さて、今夜私がいただくのはポテトサラダです。立ち仕事の後、足がむくんだりしますよね。あれね、簡単に治す方法があって、マッサージ屋さんに行くっていうね、プロに任せるっていうね。さて、今夜私がいただくのは目玉焼きです。これ男の人ならわかると思うんですけど、ヒゲにね、コンディショナーつけるときあるんですよ。あの姿、誰にも見られたくないですよね。さて、今夜私がいただくのはモンブランです。最近知って衝撃だったんですけど、ジュディ&マリーって、ジュディもマリーも所属してないんですね。さて、今夜私がいただくのはイチゴです。自分、輪ゴム一つあれば3時間は潰せますね。さて、今夜私がいただくのは鮭です。自分、6畳のワンルームに消臭源3つ置いてるんですけど、逆に臭いですね。さて、今夜私がいただくのはじゃがいもの照り焼きです。寝てる時にビクってなって起きる時あるじゃないですか。あれ、ジャーキング現象っていうらしいですね。だからなんだって話なんですけど。さて、今夜私がいただくのは天ぷらそばです。トイレを長い間掃除してないと黒ずみとかできるじゃないですか。あれね、指でこすれば綺麗になるらしいですよ。やったことないですけど。さて、今夜私がいただくのはメロンです。サハラ砂漠のサハラってアラビア語で砂漠って意味らしいんですよ。だからサハラ砂漠って言うと砂漠砂漠ってことになりますよね。さて、今夜私がいただくのはたこ焼きです。へえ、グロテスクなものが苦手という割に鶏肉や牛肉は平気で食べるんですね。さて、今夜私がいただくのは白熊アイスです。 YouTube でよく羊の毛刈りショーみたいな動画上がってるじゃないですか。あれ見るとね、勃起するんですよね。さて、今夜私がいただくのはロールケーキです。朝寝ぼけて間違えて歯ブラシに洗顔つけちゃったみたいな人いるじゃないですか。自分レベルになるとポカリスエットと間違えて化粧水ガブ飲みっすね。はい。さて、今夜私がいただくのはメロンパンです。薬の副作用でしんどくなった時って薬で治せないじゃないですか。あの時、人生終わったなーって思いますよね。さて、今夜私がいただくのはポテトチップス幸せバター味です。漫画のナルトってあるじゃないですか。自分あれ読んだことないんですけど、ボルトにはハマってるんですよね。多分ね、ボルトってナルト読んだ後に読むと100倍面白いと思うんですよ。ナルトはまだ自分には早いかなって思うんですけど。